今日は朝も早くから筑波サーキットに来ております。アタック2023、岡山からトゥデイが来るという、話を聞いてやってきたんですが、こんなに集まってるイベントだとは知りませんでした。失礼ながら大昔は筑波踏ん切りが狙いだったんですけども、もう今や50秒切るためにみんなが頑張ってると、そういう時代になったようです。50秒切り、なんとか達成することが、はい、やばっ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 、今50秒切る世界になってきたじゃん。50秒切り、そう、そうですね、HKS86 が一番最初に切りましたが、ファイヤー安藤さんのランサーとかもね、ついに49秒台に入りまして、すごいですね。筑波で50秒切りって昔で言ったらフォーミュラカーでしか走れてないと思うんですよね。最初にね、ベスモ時代に F3000 走らせた時は49秒半だったよ。ああ、服部さん、そうだと思う。HKS はスリックだったでしょ。そう、そうなんですよ、はい、何用のタイヤ履いたの？ GT300 用。あ、うん、とりあえず50秒切って50秒切るところまでパンパンってやって、で S 帯でやろうとしたんですけど、その50とりあえず切ろうっていうのがとてつもない壁で、もうちょっといけると思ってたら、いやいやいや、もうとてつもない50秒なんて凄まじい高い壁で、あれね、本当にね、何回筑波に来て何回エンジン壊してっつってやってるかって、究極の究極なんで、もうね、来ては壊れ、来ては壊れ、最終的に86で1000馬力いってましたから、はい、まあノスマやらないやら使いますけど、もう本当に一発のためのピークのピークなんで、ガソリンもエンジンもタイヤも、条件も、ね、そうそうそう、気圧と路面温度といろんなものがもううまくはまらないとダメなんで、それでやっと出た49秒4なんで、その時はもう吠えましたけど、あの苦労をぜひみんなにね、見てほしかった。ノイローゼになるぐらい頑張ってたんですよ、みんな、はい、ね、なので安藤さんとこのチームの苦労もすごくよくわかります、はい、50秒の壁越えは半端ない。で、50秒4にポイッといったから、その後 S タイヤをつけてその勢いで50秒切ろうとチャレンジしたんですけど、エンジン壊れました、はい、でそこからもうやってないですけど、だからあの車も50秒切りの可能性はすごくあるんですけど、 S タイヤとその300のスリックってポテンシャル的にはその一発勝負が、正直そんな遠くは離れてないと思うんですよ、はいはい、車自体はエンジンも何もかももう一発ピークの車になってるじゃないですか。で S タイヤはそこの一発でタイヤが出るけど、スリックって一発で来るタイヤじゃないんで、そういう意味では S タイヤの、あ、じゃあ、スリックの、まあ、本来の持つところっていうのはもう数周後なんで、そこまでまず車が美味しく持たないし、だから当然 S タイヤでも行けるだろうって言ったところで壊れちゃった。スリックで出した後にまたもう一発チャレンジしようと思ったらもう壊れちゃったんですけど、まあ、タイムアタックは大変だね。大変ですね、はい。自分の皆さんが、イントロード。今年10周年。そうです、10周年です。すごいでかいイベントに変わったんで、なってしまったみたいな。なんかもう、なんかいい人がいっぱい、どんどん広げてくれて、大井さんにもそうですけど、紹介してもらって、なんかいいイベントになって、大きくなってるなって感じで、ありがとうございます。この先、どんな風に目指していく感じですか？まあ、希望としてはやっぱ筑波で世界大会をやりたい、はいはい、やりたい、その名前だけの世界大会じゃなくて、うん、もう本当にアメリカとか韓国とかいろんなアジア圏とかから集まって、はいはい、ここでめちゃめちゃ
すごい大会やりたいと思ってるんで、まあ、とりあえず走り、日本からこの中乳化の走りを発信して、それにこう来てもらいたいっていうのをやりたいと思ってます。さあ、それではスーパーランプ、復活？いや、復活じゃないですね、側だけとりあえずでも要するに復活に向けて、復活に向けて、はいはい、やり始めました。やっと手がつけれるような環境下になって、長いですよ、もう5、6年ぶりにシルビアと一緒に戻って。いつ頃復活できそうなの？2ヶ月ぐらいでできればいいなっていつも理想ばっかり言ってるんですけど先ほどもちょっと見逃した、その先に記録してはなりました。さあ、どうしたですか？現在筑波最速の NA はシビックですよ、シビック。全然どんぐらいだろう、あの時の200ちょいぐらいだったからプラス100馬力以上ですよね。300馬力が出てます。 NA なんだね。 NA です。まあ、NA にこだわってどこが出るか。でももう NA の意味があるのかなっていう感じになってきた。55秒1のバックストレートの計測206キロとかってそんな出てんの？でも結局それだけじゃないと思うんですよ、速くなるのって。ちょっとだって俺あの FD2 のターボで209キロかなかったよ。ターボで9キロですか？そうだよ。だからまああのタイヤのサイズとか全然あれだったけどね。ああ、そっかそっかなのか。まあでも 2.時代は7リッターみたいです。へえ絶対無理だと思いますけど。へえ、まあワンラップでワンラップツーラップとかで壊れちゃったらちょっと悲しいので、はい、そりゃそうだ。でももうその時と比べたらもう全然車違うんですよ。シーケンシャルだし、でもシーケンシャル普通みたいです今。走行枠1枠15分とかそういう感じで走りますけども、このイベントはコースインして計測2周、これでどん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 車が入れ替わっていく。なかなかねタイムアタッカー青木選手にしか思いつかなかった方法だと思います。昔 GT でやってたスーパーラップみたいな感じですね。だからねギャラリーも退屈しないんです。55秒台、そしてさらには55秒109まで。
タイムを上げて今日5秒を表題に そしてトゥデイ岡山軍団ずっと提案しようかどうかずっと迷っていたんですがついに余計なこと言ってしまいました。コーナーではブーストを落とせ。さあこれがうまくいってくれるかな、我慢できるかな。取材が終わりました。帰り道にですねちょっと昼飯を食い損なったんで焼きそば買ってみました。これねこの前テレビでやってたんですよ。ここの筑波サーキットのあたりっていうのはリスカですね、あのうまい棒とかのそれの工場があるリスカの町なのでこの焼きそばには肉ではなくてリスカのポテチが入ってる。こっちか。これは肉じゃなくてポテチをソースで炒めた結果の白物、濃いめのソース焼きそばって感じなんだけど、くどくなくて、あと麺が結構もちもちしてて美味しい。また。